フジロックが大現状福島を差別28日まで開催されたフジロックにおいてクラフトワークなる集団が放射能ハザードマークを使用しながら福島放射能空気水すべて日本でも放射能今すぐやめろなどと歌ってしまい福島出身者もいただろうし福島だけではなく日本人すべてを傷つける言葉だということを分かってやっているのか。ラジエーーーションハザードマークまで使って 悪質かつ悪趣味だとかこのような演出は福島差別だ政策提言にもなっていないしっかり批判していく必要があるなどとの批判が殺し大炎上してしまっておりますこちら映像にて確認したところ音楽性にも乏しく演出も雑であり少し静かな令和新選組といった印象を受けてしまいましたが私はまあ音楽も好きで月に1度くらいはライブに行っておりますけども 映像で見る限り、かなり稚拙な内容で、まあ、ロックというジャンルそのものを貶めているようにも見えてしまいました。このようなイベントに沖縄県の玉城デニー知事は税金を使ってまで参加されておられますが、政府や福島県にはしっかりと抗議していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。